1998年当時の WC の運営路線ズ・ウィスコンシン・セントラルはアメリカ合衆国に存在する鉄道運営会社である。報告記号は WC。カナダの一級鉄道であるカナディアン・ナショナル鉄道の子会社である。かつての親会社であるウィスコンシン・セントラル・トランスポーテーションについても合わせて述べる。WCTC は ウィスコンシンセントラル鉄道の線路通行券や、ミルウォーキー鉄道の線路通行券の一部を引き継いで1987年に設立された。ミルフォアの一部というのは、破綻したミルフォアを吸収したのは、スーライン鉄道であるが、ミルフォアが持つウィスコンシン州、インディアナ州、ミズーリ州、ミネソタ州の資産を一旦吸収した後に、ウィスコンシン州の線路通行券を分離したものである。 設立の数ヶ月後、WCTC は持ち株会社に移行。新たに3つの子会社が設けられる。すなわち、鉄道を運営する、ウィスコンシンセントラル、車両を保有したりリースしたりする、WCL レールカー、スーセントマリーブリッジを所有するである。その後も各国に子会社を設け、その子会社を中心にして、各国の鉄道会社を次々と参加に収めた。 2001年に CN に買収された。その時には五大湖周辺に路線延長2850マイルを展開していた。その路線はシカゴからウィスコンシン州を通り、ミネソタ州の双子都市、ミネソタ州、ダルース、ミシガン州スセントマリー、カナダのオンタリオ州ハーストに伸びていた。ありがとうございます。